3種目目、はい、ビクラインプッシュアップと言います、はいはい、大胸筋、胸の下部ですね、下の部位、この耳かけのね、はい、大胸筋の輪郭がしっかりで、この部分ですね、この下部を、まあ、この下部をやることで、その立体感の胸が作れるような感じになりますね、はい、ですね、はい、ですね、はい、ですね、はい、このベンチ台を使ってやっていくんですけど、うん、まあ、こちらも皆さんないと思うので、椅子だったりとか、まあ、これベッドを使ってもらってもいいと思うので、うん、まあ、そういった台に足を乗っけてやってみてください、うん、まずさっきと同じようにプッシュアップバーを、まあ、丸1個分外に出して、相手足を後ろに乗せるんですけど、さっきは腕だったのが、今度は足を台に乗せます。そうすると頭が下になって足が上の状態になりますね。そこから、はい、しっかりと胸を張って、はい、下にしゃがんでいきます。1、持ち上げます。2、はい、そうです、そうです、お尻をちょっと上に上げておいて上半身を突っ込むんですね。でこの時に立って下で押すときに息を吐いて、肘を曲げていくときに息を吸ってあげる、はい、で、上半身を起こして反りすぎると普通のプッシュアップと同じ角度になっちゃうんで、ちょっと頭をねしっかり下げてあげるね、うん、どうですか。いやー、これカブリ効きますね。カブリ効きます。いいですね、はい、ナイスです。もうちょっとお尻をピッパーで、ね、OK です、はい、また追い込んでくるんですね、レズミさん。やりますよ、はい、行きましょう。なんだろう、我々は鬼がないといけない。そうですね、はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、はい、1、はい、頭を引き上げて、はい、頭が突っ込んでるように、2、3、1、はい、しっかり押しながら息吐く、5、はい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 、1、何もしないぞ、はい、ルーさん、何もしないぞ、押してもないぞ、はい、8、はい、はい、はい、出てくる、はい、9、体全体で、全体で、はい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 、いやま、まさに、ね、メッツ、胸筋の筋線にメッツ、メッツ、いや、ちょっと鬼やる前にメッセられました。僕の大胸筋カムがいいですね。ちょっとね、ムキムキネズミやってないのにムキムキしてますね。補助しすぎて、はい、強いさすが師匠。ミズミさん、大学生でやってたら、はい、勝手に補助してるだけでついちゃう。強い。さすが筋肥大したムキムキネズミですね。はい、じゃあ今の3種目目のリクラインプッシュアップ、大胸筋の下部狙いの種目でした。はい、で続いては、まあ、メインの種目、最後の種目というかですかね、はいはい。ナロープッシュアップ。ナロープッシュアップ。ナロープッシュアップ。まあ、ナロってあの英語で狭いという意味なんですけど、はい、手幅を狭くすることで狙いは、あの胸は胸なんですけど、胸の筋肉ってこう内側とか外側にもこううまくトレーニングの仕方で刺激できるんですけど、はい、これ内側を結構狙っていく、はい、谷間の部分、内側、はい、谷間の部分、内側、はい、パーフェクトプッシュアップは、はい、は回転するんで、今日やるのはこの回転を利用してこの胸筋の内側をさらに強く収縮させるっていう運動をちょっとやってみますね。はい、はい、そうですね、この、まあ、バブルプッシュアップの、まあ、最大の特徴といってもいいこの回転を利用して内側をギュンギュンしていこうっていうことですね。はい、もうこれでチームは明日から大胸筋マスターになります。大胸筋マスター、はい、谷間を作りましょう。谷間を、はい、回転にしましょう。行きましょう、うん、もうこれまでと同じ、従来と同じようなやり方なんですが、いくら違うのは、今日今からのはナローなんで、さっきまでは広かったのが、もう肩幅1個分外にさっきまでしたけど、ではなくて、もう
肩の下に肘と手首とプッシュアップバーが全部くるように狭くしましょう。はい、これがね、これまでとの違いですね。さあ、そして後ろにつま先を持っていってしゃがんでいきます。ここから膝伸ばすときに、はい、見てください。よくこのプッシュアップを見てると、小指を内側に絞ってこう回転させていきます。この肘を伸ばすときに小指を内側に、で肘を曲げていくときは逆にですね、今度小指は、この下ろすときは小指を外側に回転させて、伸ばすときに小指を内側に持っていく。これを使って、この肘を伸ばしたときに、ただ伸ばすだけじゃなくて、伸ばして回旋させる、手をこういうふうにねじることで、胸の内側に対しての収縮をもっと強めることができます。はい。どうですか？いや、だいぶ内、ギュッて絞られる感じ。ギュッて感じが。はい。いいですね。今回のプッシュアップというのはギュンです。ギュンですね、はい。絶対的にギュンギュンしております。ついにさんで最後のターンでいきますか。はい。はい、ファイナルステージですね。柱稽古いきましょう。はい。これができたら、あなたを、柱に入れる。柱のメンバーに認めましょう、私が。ありがとうございます。はい。一緒。よし。最後。はい。すごい。はい。はい、じゆっくりゆっくり寝かせて寝かせて、そうゆーっと下ろしていって、そこからしっかり押して6、はい、押すときはしっかり絞って、小指内側に1、はい、こうねじ込んでいく、はい、はい、マジゆるさん早いですよ、早いですよ、はい、ほらマジ、まだ10もいってない、10もいってない、はい、はい、ゆー、絞って、はい、はい、ラストラスト、はい、小さく行こう、小さく行こう、いいか、死んだ、柱が死んだ、5人に負けた、親方様が悲しんでます、すいません、5人に負けたというか、ムキムキネズミに負けた気がします。メインの種目が以上の、通常のフラットのプッシュアップ、上部を狙ったインクラインプッシュアップ、下部を狙ったインクラインプッシュアップ、今の、この絞りを入れるナロープッシュアップの4種目です、ね、はい、これを全部やれば柱も見えてくる、はい、柱が見えてくるかもしれない、そうですね、はい、ちょっと僕柱のポジションを与えないように、そうですね、藤井さん、ただの使った単位になってくる、そうですね、ちょっと降格しないように僕もさらに頑張りたいと思いますので、はい、キンピネズミ師匠よろしくお願いします。何かあったら私がそのあのもらいます、ね、わかりました。先ほどまでの種目は、まあ、主に男性がやる種目だと思うんですけれども、はい、まあ、女性はなかなかね、まあ、体力筋力的に合う種目は難しいと思うので、まあ、ちょっと女性でも家で胸を鍛えられる種目を最後に教えできればなと思います。女性も今育児してるので、そうですね、はい、はい、それでね、あのバストアップに流れますので、バストアップに整えてください、ちょっと引き上げるイメージで、ね、はい、やっていきましょう。じゃあ1種目目、ニーリングプッシュアップ、これあの膝つきで腕立て伏せをするという種目になりますので、やっていきましょう。はい、通常だとね、足を伸ばしてつま先やってるんですけど、今回はね、このそこから膝をつく、膝をついた姿勢で行っていきます。今回も同じように、ボトムと肩甲骨とお尻のラインを一直線保っていただいて、そのまままっすぐ下に降りていきましょう。そうそうそう、そのまま下にして、でこの時も同じように吸って押す時に吐く、でここで吐く、吸って吐く、はい、このような姿勢で続けてもらえればと思います。効いた、効いた、ムキムキネズミも効いた、肺をつきました。
ガーッと引っ張ってきて2種目目は何という名前の種目になるんですね。まあ、これは種目目としては一応ニーリングプッシュアップだけど、まあ、ちょっと四つん這いになる感じですね。なるほど、はい。まあ、さっきのプッシュアップよりももうちょっとライトな感じで、もっとライトでやりやすいですね。そうですね、はい、負荷は少なめになりますので、はい。まあ、女性がさっきの、まあ、さっきのプッシュアップでも、ね、結構きついっていう、きついですね、かなり多いと思うので、まあ、次の種目の方がまだやりやすいと思います。さっきの位置をさらにこの膝の位置が手の方に寄ってくる位置に、まあ、ほぼ四つん這いの体勢ですね。で、この体勢から体を下げていきましょう。はい、いきましょう。そうそうそう、この体勢を保って、はい、はい、はい、この時も同じように上げる時に息を吐いて、下ろす時に息を吸って、女性はなかなかね、胸の筋肉を意識しづらいというところもあると思うので、本当にできるだけその腕で持つというイメージから、この状態の時に伸ばされたのを胸で押し返すというイメージをしっかり持ちながらやってもらえるといいんじゃないかなと思います。はい。いい。いいですか、ムキムキレスリング。柱に近づきましたね。来ました。ムキムキネズミの朗読柱。旦那様認めてくれるかな。ですかね、うん、はい、番外編でやりましょう。俺が旦那様の前に脱ごうかな。今日このパーフェクトプッシュアッププロを使ってトレーニングやってきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、だいぶムキムキネズミに追い込まれましたね。これちょっとムキムキに近づきましたね。そうですね、はい、はい、ちょっと柱抜けないように頑張ります。いやー、そうですね、はい、これが認めてもらえない。そうですね、はい、まあ、トレーニング上がりということで、ちょっと最後はプロテインで乾杯して終わりたいと思います。ムキムキネズミさんは、ちょっとね、顔の関係上ストローで飲ませていただければと思います。大人の事情でとりあえず一回乾杯です。はい、お疲れ様でした。差し込みます。これちょっとあんまり見ないでください。パックプッシュアッププロっていう、うん、データベース用のプッシュアップバーを使ってトレーニングをご紹介していきました。はい、まあ、これ使ったらね、家でもかなり胸を追い込むトレーニングができますよね。うん、そうですね。まあ、うん、本当なんか結論から言うと良かった。良かった。良かった。はい、なんかすごくやっぱこう、うん、ね、プッシュアップバーっていろいろあるんですけど、うん、やっぱこの回転と握りと、うん、あとこの滑らない、そうですね、このグリップですね。全部が良かった。総合的に。うん。うん、結構ブレちゃうと、ちょっとね、腕で力使ってやらないといけなかったりするんですけど、はい、結構ダイレクトに胸の筋肉を刺激させられたかなと思います、ね。ああ、ですね。よかった。ほんと普通に良かったから、ちょっとこれ引き続き僕らも使っていきたいなと思います。うん、こちらの、YouTube チャンネルのところに、リンク貼っておきますので、うん、まあ、もし欲しい方がいたらそちらから商品見ていただいたら購入できると思うので、ぜひ、プッシュアップを使って家でトレーニングしてみてください。はい、これトレーニングしたら、はい、ミズミさんみたいな体になれるかもしれない。なれるかもしれない。ね、柱も。ミズミみたいになれるかもしれない。ムキムキネズミ、強いけど。柱目指して頑張りましょう。なれるかな。はい。皆さんも、ド派手に筋トレしましょう。